皆さんこんにちは、藤田義和です。今日はですね、リーグワンシャイニングワークスで活躍されている金祥慶選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。祥慶さんとはですね、僕は大学の先輩後輩の中で本当によくしていただいた先輩ではい、思ってるの本当に思ってますいや、今日は祥慶さんにリーグワンのことについていろいろ聞いていきたいなと思うので、いろんなことを教えていただけたら嬉しいなと思ってます。いや、リーグワンに関わってない人みたいな言い方するやん、めっちゃ。いやどうなんですかね、なんですかね、まあ僕が見るリーグワンと祥慶さんが見るリーグワンってまだ違ったりするかもしれないんで、まあいろいろ話していきたいなと思うんですけど、まず去年まではトップリーグで、今年からリーグワンっていうちょっとリーグの形式が変わったりとか、いろいろとこう運営方法が変わったりした中で、祥慶さんはトップリーグもずっと戦ってこられましたし、リーグワンも試合もたくさん出られてると思うんですけど、リーグワンとトップリーグのまず違いっていうものを少し教えていただきたくて、違いってもなんかすごく大きな話になってくると思うんで、こうラグビー面とこう会場運営の部分とかでちょっと教えていただけたらなと思います。まずそのラグビー面に関してっていうと、その外国人の枠とか、そういったところもそのレギュレーションが変わったりとかして、すごくよりレベルの高いリーグになったと思うし、それこそ世界のトップスターがもうこぞって日本に来て、それがもう今は当たり前のようになったのがもうすごいリーグワンのまずは、いいところでもあるし、でやっぱ一番大きく変わったのはやっぱホームアンドアウェイっていう形式を取り入れたっていうところが、私は多分トップリーグとリーグワンを比較する上ではかなり違う部分じゃないかなっていうのはすごく思ってて、パナソニックだったら熊谷だし、シャイニングアークスでいうと、こっちの浦安とかそういう新木場エリア、東京ベイエリアって言われてるところをホームグラウンドにしてると思うんやけど、やっぱそこが決定的に違うんじゃないかなっていうのはすごく感じてて、初めてホームゲームアウェーゲームっていうの、そういう感覚でラグビーをしてるっていうのが結構新鮮というか、今まではどっちかとあんまりアウェーっていう感じもしてたけど、あんまりそういう区切り分け方をしてなかったから、そういう感覚もなかったし、でもお互いにゆかりのある地でちゃんと試合ができるっていう意味ではすごくいいリーグじゃないかなと。確かにそうですね。ラグビーってあんまりホームとビジターみたいな感じで区切られることがなかったんで、雰囲気でどっちみたいな感じだったんですけど、それがはっきりされてやってる選手も気持ちいいって感じですよね。こんなにちゃんとホーム感出してくれるんやっていうぐらいホーム感出してくれるから。確かに敵チームは先入場先パーってしてホームチームがかっこよく登場するみたいな、今までなかったしそういうの。そうですね。ちょっと後からこれ聞こうと思ったんですけど、この話が出てさっき聞かせていただきたいんですけど、シャイニングアークスのホームゲームの多分結構いろんなことされてると思うんですよ。僕が知ってる中でも結構面白いなっていう、イベントであったりとか活動みたいなのされてるんですけど、シャイニングアークスのホームゲームの醍醐味みたいなの聞きたいんですよね。醍醐味か。来ていただいたらこういうところ面白いよとか、ラグビーはもうもちろんなんですけど、それ以外にこういう活動してますよみたいなのとか。結構ホットなところで言うと、SDGs とかも結構取り組んだりしてるから、一緒に選手とゴミ拾いのイベントやるとかもやってるし、その試合前とか。そうなんですね。あとはいろんな協賛ついて回ったりしてるから、それこそホテルだったりだとか、それこそ JAL さんとか、そういったところに協賛もらってるから、そういったところの特典イベントに招待させてもらえるようなそういうのが当たったりだとか。そういったのがあったりするから、買ったチケットでもしかしたらそれが当たって、いろんなところ、例えば旅行、まだないけどそれは旅行行けたりだとか、ホテル泊まれるっていうプランは実際あったりとか。そうなんですね。そうだからこの間それうちの母親も当たってたんやけど、でもホテルじゃなくて、それは飲み物が当たったりしてたんやけど、そういう楽しんだりしてたから。面白いですねそれ。そういうのが結構良かったり、好評だったりしてるかな。確かに、あれですもんね、シャイニングアークスのラグビーも見れるし、それ以上のものがもしかしたら返ってくるかもしれないと思うんですよ、値段で言うと。めちゃくちゃいいですね。それはめっちゃいいなって思う。楽しそう。いや、いいですね。買いたくなりますわそれは逆にパナソニックとかはなんかやってたりして。パナソニックはやっぱり会場でDJKOO さんとかがもうガンガン DJ 回してるので、あれはいいよな。そうですね、やっぱりこう盛り上がりもホーム感すごく出てますし、試合のやっぱ始まり終わりっていうのがファンを飽きさせないというか、そういうこう努力はすごく見えますね。そうね、パナソニックのファンの人たちって結構こう熱狂的なファンがすごい多いイメージがあるから、なんかすごいいいチーム、やっぱいいファンがついてるなって周りから見ててもすごい思う。ああ、そうなんですね。まあ、でも本当にたくさんの方が応援に来てくださって、そうやってまあラグビーでも楽しんでもらって、ラグビー以外のことでも楽しんでもらえるということはすごくいいなとは選手自身も思ってますね。いいね。ちなみになんですけど、逆にまあまだリーグワンが全て終わったわけではないんですけど、その翔慶さんが今までビジターゲームで戦ってみて、このチームのホームグラウンドとか演出良かったなみたいなチームってありますか？あ、逆にね、はい、初戦の神戸製鋼の試合なんかはもうめちゃくちゃアウェー感すごくて、あ、そうなんですね。なんかまあそれこそさ、リーグワン初めての試合やったし、どんなもんかも分からん状態やったから、ホーム&ビジターなんてやってみたら、もううわめっちゃアウェーの洗礼やわと思いながらやったのがすごい印象的やった。ホームはホームですごく盛り上がってみたいな。そうそうだね、確かに。海外っぽくなってきましたね。そう、海外っぽくなってきた。ほんまにそう。はっきりしてるからすごくいいなと思う。ああ、確かに。それはそうですね。今までやと、なんか両方喜んでくれるから、それはそれですごい、まあ、気持ちよく選手はプレーできたと思うけど、なんかよりモチベーションが上がる。そうそうそう。いや本当にいいですね。でまあそのトップリーグとリーグワンの違いとしては、まずそこが一つ挙げられるっていう感じで、ラグビー面も聞いていきたいんですけど、まあ、結構やっぱ接戦が多くて結構レベルが高くなったっていう話を翔慶さん最初の方にされてたんですけど、やっぱこうプレーしてる感覚でもやっぱ全然違いますか？そう、まあその近年のトップリーグ、それこそ去年とかも十分すごくレベルは高いと感じてたんやけど、このやっぱリーグワンになってより全チームすごく強化の入れ方がすごいから、うん、一気にこうレベルがまたガッと上がった感じもするし、今までと全然違うなって感じるところかな。ああ、そうなんですね。であとはやっぱりそのスケジュール感も結構タイトやったりするから、今までやと、まあ、なんか4試合やったら1週休みで、また4試合やって、ウィンドウマンスが1ヶ月あってとかやったから、そういうスケジュール感に慣れてしまってたから、どっちか結構こうタイトにこうずっと試合やってる感覚はあるから、そこもちょっとこう大変な部分ではあるかなと。あ、まあ確かに。まあでもそれはあれですね、選手が結構適応していかないといけない部分ですもんね。そうね、そうそうそう。スーパーラグビーとかは結構一緒のレギュレーションですもんね、どちらかというと、うん、そうそう、本当にそうやと、そうやり方を合わせてる感じかなっていう。あ、まあまあそうですね。でも確実にレベルがどんどん日本のレベルが上がってきてるっていうのは間違いないですね。間違いない、うん、ありがとうございます。ちょっとまあそのスーパースターっていうワードも出たので、まあ、ファンの方々が多分一つ気になることを僕から代表して聞きたいなと思うんですけど、やっぱりシャイニングワークス今年の目玉といえばイズラエル・ホラウ選手じゃないですか。まあもうプレーはもちろん、まあ、見たらすごいって分かるんですけど、どんな方なんですか？結構シャイっていうか、意外とシャイで、向こうからこう積極的に話しかけてくる感じではないんやけど、でもなんか話し出すとずっと喋ってる感じで。ああ、そうなんですね。話しかけたらずっとこう答えて、なんかいろいろ会話してとかやったりだとか、まあ、あとめっちゃ優しい。めちゃくちゃ優しくて、であといつもなんかニコニコしてるから、はいはいはい、なんかもうすっごい根っからいいやつなんやなって思ってる。ああ、いいっすね。あともう全然練習も手抜かないし、はいはいはい、そういったところもほんまにプロやなって、ずっとプロで長くやってるからこそ、なんかそういう態度でやってくれてんだろうなっていう、すごいそういうところをなんか示してくれてるかな。ああ、いいですね、うん、なんかこういうのって本当に聞かないとわからないところじゃないですか、一緒にやってる人だから、まあ、なんか意外となんかイメージで怖いんじゃないかとか。じゃあもう皆さん、イズラエル・ホラウ選手優しい、めちゃくちゃジェントルマンということでした。ありがとうございます。いや、続いてちょっと質問なんですけど、まあ、リーグワンで対戦して、この選手はちょっとやばかったなっていう選手と、まだ対戦してないけどちょっとこの選手と対戦してみたいなっていう選手っていますか？あー、この選手はやっぱりパナソニックと試合した時の、はい、マリカ・コロイベテはマリカちょっとほんまにすごかったなんか肉弾戦車がほんま突っ込んでくるかのような感じやったし、動きも柔らかいし、でもめちゃくちゃ速いやんか。そうですね、ほんまにこいつはすごいなって思った。確かに。なんかタックル行くシーンとかありました？あった。もうめっちゃ速かった。あ、ですか。めっちゃ速くて硬くなかった。抜かれたんやけど。あ、はい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 。抜かれると思ったらもうしっかり抜かれてたから。ああ、そうなんですね。あれはほんまにすごいなって思って、まあそれが対戦してみてすごいなって思った選手かな。はいはいはい。まだやってない選手で、はい、ちょっとこの人と対戦してみたいなみたいな。やっぱマッケンジーじゃない？ああ、マッケンジーですか。そう、マッケンジーは試合だってやったことないし、まあ有名やん。有名やん。確かに確かに。まあちょっとマッチアップはしてみたいなっていう気はする。ちなみにサントリーとはいつですか？今週。今週ですか。そう。じゃあ、ありますか？ありえるな。じゃあちょっとこれ多分動画が上がるのは多分全然先だと思うんですけど、はい、また YouTube 見て J スポーツとかこう試合をショーケースのマッチアップしてるなみたいなのを確認していただけたらなと思います。いやー、まあでも今日はなかなかこう面白い話を聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にまあラグビーファンの方々であったりとか、まあ、翔輝さんだったらシャイニングアークスのファンの方々が見てくださってると思うので、ファンの方々に、まあ、リーグも続くので一言お願いします。まあ、リーグ自体ももう終盤、もう半分過ぎても終盤に差し掛かっているんですけど、本当にこう一戦一戦たくさんのまあ感動だったり勇気を与えられるようなプレーを続けることがもう自分たちの使命だと思いますし、もちろん結果にもしっかりコミットして一戦一戦大事に戦っていきたいと思いますので、グラウンドでぜひ来ていただける方は応援よろしくお願いします。あと、まあその試合に来れない方もテレビの前で応援していただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではさよなら。